こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、 A8 ネットなりポイントサイトを通じて、まあたくさんのねお金をポイントとかで稼いでいきたいっていう方にメッセージをお伝えします。2つほどあります。1つはですね、高額案件ばかりを狙っていくとすぐにネタが尽きるってことなんですよ。例えばね、クレジットカードを作って儲けていこうって最初思うんですよね。ほとんどの方がクレジットカードを作ることを最初の入り口にします。それ自体は悪くないんですけども、クレジットカードなんてね、年間で 4,5 枚作ったらもう限界なんですよ。あまり申し込みすぎると申し込みブラックといって、申し込むこと自体ができなくなったり、審査がものすごくね、要するに予診状況が悪くなるんですよね。この人は報酬目当てでカードばっかり作って全然カード使わないなっていうふうに判断されるんですよ。私は2013年に、3ヶ月ぐらいで40枚のカードを作ったんですよ。その結果、ペナルティを3年間ぐらい食らいましたね。そういうこともあります。で、カードのほとんどはできなかったです。そういうことがありますんでね、クレジットカードを作ることを、最初の目的にするのは、ちょっと気をつけた方がいいかなと思います。大体ね、2ヶ月に1枚だったら悪くないペースだと思います。特に、サラリーマンさんね、どっかにお勤めになっている方は、カードは作りやすいと思いますので、ほどほどにやってみてください。本当に2ヶ月に1回ぐらいで、10ヶ月に1回解約みたいなペースなんですけども、結局ね、これ自分がお金を儲けようと思ってるだけだとダメなんですよ。カードを発行してくださってる会社もいろんな人とかね、いろんなリソースを割いてカードを作ってくれてますから、じゃあ報酬もらって終わりではなくって、他にもねちょっと話すと長いんですけども、カードをたくさん作り続ける方法はあるんですけども、それはやっぱりね、カードを作ってる発行してる会社にも儲けさせるってことになってきますので、ちょっと先でこのお話はしていきましょう。で、もう一つなんですけど、不動産案件ですよね。ほとんどの方がこの不動産案件に目を奪われてしまうんですけども、残念ながらこの不動産案件ね、ほとんど体験したことがない方が発信してます。私は自分の立場で法人とも個人ともそれぞれの立場で不動産案件で Zoom のライブ対談をもうかなり長いことたくさんの会社でやってきました。そうするとね、細かいことが分かってきます。もちろん報酬が入ったところもあれば入らないところもあります。なんで報酬が入らないかというと、きちんとお話を聞いたり、事前のやり取りをしたり、そして不動産に興味があるというね態度を示さない人はダメです。例えば事前情報を自分でね掴んでおいて、どこの不動産がどういう理由で欲しいのかっていう動機ぐらいははっきりしとかないといけないですよね。ただぼーっと1時間セミナーを受けて質問されても何も答えずに、いやよくわかんないんですで1時間だと、それはね、そのセミナーを提案してくださってる会社の人もかなり迷惑で、この人はダメだなと、もしかしたらポイント目当てじゃないかなとか思われちゃいます。もっと言ったらですね、すいません、ポイント目当てだったらお断りしたいんですけどっていうふうに言われることもあります。不動産会社もバカじゃないですから、ポイントだけ取っていってですね、損害を出して、しかも自分の貴重な1時間2時間をその購入する予定もない方に差し出すっていうのはね、あんまり良くないんですよね。だからいつも相手の立場を考えることなんですよ。で、これがポイントサイト長続きするコツ、セルフバックでうまくいくコツのまず一番最初になってきます。ほとんどの方が不動産案件なんてやったことがないのに人に勧めたりするんですよ。だからきっちりやって、私は広島からでもちゃんとね、首都圏のワンルームマンションの中古、これはね、制約じゃないわ、確定を取れるわけですよ。なぜかというと、やっぱりそういうストーリーを書いてですね、そして実際に自分もいろんな不動産を調べていって、例えば紹介された不動産の案件が3件ぐらいだったら、自分では事前に調べたのが10個ぐらいあるんだけども、これと比較してここは例えば向きが悪いねと、デザインが悪いよねと、それとかこれはね、家賃がすごく比較的安いよねと、ここは人通りが何万人いるからこの家賃だともうちょっと値上げしても取れるんじゃないですかというのは具体的な質問をすることなんですよね。そうすると向こうのプレゼンをしてくれた方も、結構この人やるなと、長い付き合いをしたいなと思ってくださって、本当にね、別の案件をよく紹介してくださったりとか、その流れでですね、人の縁っていうのができてくるんですよ。そういうことを考えてやることかなと思いますけども、これはね、私のそのいわゆるポイントサイトやセルフバックのプロの視点で考えてのことです。一番最初からそこまで考えてる人はいないと思いますんで、じゃあポイントサイトでね、カードとか不動産を中心にやっていけばいいのかなっていうふうに考えてる方にちょっとね申し上げたいんですけども、それでまずは OK です。で、うまくいくものとうまくいかないもの、今私がお話したことを噛み合わせてですね、なるほど、こういうことなんだなというふうに確認しましたら、今度はね1000円とか2000円のもあるんですよ。
だからそういうのを探して1日1件でいいからやっていくってことに対して、だいたいポイントサイトに慣れていく、ポイントサイトの中の歩き方を覚えていくっていうふうなね、そういうことに最初の、まあ、何週間か費やしてみたらいいんじゃないかなと思います。そうするとですね、きちんとね、売上は2万3万と上がっていきますんで、初月でねやっぱ10万いきたいなと思う気持ちは分かりますけども、初月で別に10万いかなくてもいいじゃないですか。初月で1万2万でも今まではゼロだったわけですから、すごいことだと思うんですよ。それよりも金額よりもポイントサイトとかそういったアフィリエイトサイトに詳しくなるってこと、その知識や情報とか経験っていうのが一番の報酬だと思いながらやった方がいいと思います。はい、じゃあ本日は以上ですね。では失礼します。